皆さんこんにちは。エンクリプトのラーナーマネギンです。このチャンネルでは仮想通貨と英語を学ぶことを通じて人生を変えることを応援します。なお注意点として、私たちの情報を参考にしていただくのは嬉しいですが、投資の際にはあくまで自己責任でご判断するようお願いいたします。はい、今回の動画ではテンセット第5のジェムサトシアイランドのランド NFT の一般販売と注意点、最新ニュースについて解説します。ぜひ最後までご覧ください。いよいよ8月の8日からテンセット第5のジェムサトシアイランドのトークン NFT のプリセールが始まりました。先行してトークンのプリセール販売は終了し、ランド販売もパブリックセールを残すのみとなりました。それでは本日21時から始まるランド NFT の販売について詳細情報を見ていきます。1点だけ先にお詫びをしたいのが、動画を出す頃にはもう販売が終わっている可能性もあるので売り切れていたらごめんなさい。今回はパブリックセールということで誰でも参加することができます。販売される NFT は合計です1200個あり、安い順でイーストクリフから最も高いのがサウスコーストになります。シャラウェイテンセントトークンとなり、イーストクリフは850トークンから始まり、最大のサウスコーストは1000セットトークンとなります。現在のテンセットの価格は約3ドルとなります。なので3000ドル程度の資金が必要となります。テンセットの購入方法についてはパンケーキスワップで購入することが推奨されていまして、テンセットのコントラクトアドレスはコインゲコから取得することができます。販売の特徴としてはファーストカムファーストサーブということで早い者勝ちシステムが導入されています。なので21時になった瞬間にですね、全ての NFT の販売が開始されます。これまでのテンセットの TGLP 対象者限定の早押し選手権を見た方だとご理解いただけると思いますが、もしかすると一瞬でなくなってしまう可能性というのもあるので、関心ある方はですね、なるべく早めに購入することを推奨します。なお販売のサイトはテンセットのマーケットプレイスのページとなっていて、こちらのサイトにウォレットをつないでセールステータスがオンセールのところから購入することになります。購入には条件があり、1つずつ購入する形となり、1つのウォレットにつき最大3個まで購入することができます。今回のサトシアイランドの NFT は有形資産、実際の南国の島とさらにメタバースにも関連した NFT であり、10個の NFT を集めることによって1単位の土地、1ブロックの土地として扱われます。その大きさは360平方メートルあります。サトシアイランドの詳細については以前の動画で説明をしているので、関心ある方はそちらでご理解いただきたいと思います。なので、1ブロックの土地を保有したい方は、複数のウォレットを用意しておく必要があります。なお、購入後、NFT をミントする際には、先ほどのマーケットプレイスのマイアカウントのページから行えるようになるそうです。プリセールに参加する注意点としては、現在他のプロジェクトと同様に様々な詐欺、スキャムが横行しています。例えば、偽のランド販売のページに移行したり、もしくはサトシアイランドコインのプレセール、パンケーキの上場など誤った情報がテレグラムやツイッターなどの DM で来ることがありますので、まあ、そういったものは基本的には偽物となります。ご心配な方はサトシアイランドの公式のツイッターやテレグラムを確認し、ご不安な方は LINE のテンセットオープンチャットなどでご質問していただければと思います。今回の第5のジェムサトシアイランドのプリセールはトークン販売、そして TGLP の NFT 販売は大盛況でお祭り状態になっていました。果たして一般のパブリックセールの方はどうなっていくのか、今後の動向を見守っていきたいと思います。1点だけエバードームの告知となります。エバードームのランド NFT を購入された方は公式ページからミントができるようになりました。ミントする際にはイーサリアムネットワークとつなぎますので、手数料としてイーサリアムを用意するようにお願いいたします。なおミント化した NFT はオープンシーなどで販売が行われています。個人的にはですね、この3次元の立体的なメタバースに期待をしているので、エバードーム今後も楽しみだなというところがあります。同様の注意喚起となりますが、エバードームのオフィシャルを語った偽のスキャムの問題が出回っています。大変残念ながら公式のオープンチャットを見たところ、スキャムの被害に遭ってしまい、ランド NFT であったりお手持ちのウォレットからトークンを盗まれてしまった方もいらっしゃいました。基本的にですね、エバードームであったりサトシアイランドなど公式から DM が直接来るということはありえませんので、まあ、こういったですねエバードームサポートというような、これも偽のアカウントなんですけれども、絶対にこういうところからのメッセージに反応しないようにお願いいたします。特にウォレットのシードフレーズ、複数の単語などを送ってしまうと取り返しがつかなくなりますので、家の金庫と同じで絶対に言わないようにお願いいたします。心配な方はですね、私に DM をしていただいても構いませんし、 LINE などのオープンチャットなどで相談していただければと思います。以上が今回の動画となりました。最後までご視聴ありがとうございました。
まだチャンネル登録されていない方は登録をよろしくお願いいたします。また取り上げてほしい内容がありましたらコメント待ちしております。次回もお楽しみください。